でも僕子供にやっぱ家庭教師で教える機会あるんですよ。はい。芸人さんの子供とか。ああ、そうバイトみたいな感じかな。うん。で覚醒する瞬間って僕一度見たことあって。何がですか。子供が覚醒する瞬間。なんかジャンプの話してますからね。家庭教師やってて、僕そんな大学時代から家庭教師やってたわけじゃないんですけど、はい、その子は私立の学校、うん、はいはい、で、中学校から高校のエスカレーターなんだけど、うんうんうん、そこが厳しくて、うん、試験がちゃんとあると、でこのままだとこの試験に落ちてると、うん、追試で受かんないとこれは本腰入れないといけないぞって、うん、中学校3年生の数学、うん、数と式っていうところなんだけど、うん、因数分解とか、うん、はいはいはい、展開とかさ、あ代入とかいろいろややこしいところ、うん、もでもあれって、うん、出題者はもう工夫するしかないの、あ同じようなことは決まってるからもうってこと、ね、公式で言ったら3つから4つぐらいなの、それを覚えちゃえば、それをどういう難しく見せるかっていうパズルの問題なんですよ、もうああいう算数学の、そうなんですか、そう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 、でどんだけひらめけるかっていう、ほうほう、感じなんですけど、まず4つだけ武器をあなたは持ちなさいと、ああその4つさえ持ったらこの敵は全員倒せると RPG 風に教えたの、ああそしたら最初この問題ができないんですって持ってきたテストが30分後にできるようになったの、そしたらまあまあその時は教えながらやってたんだけど、うん、次じゃあこのもう1枚分かんなかったプリントやってごらんって言って、うん、僕がこここうやってって言うとしたら、ちょっと待ってください先生で自分でやらせてくださいって言って武士やん、そっからやりだしたら、うん、もう解きながらわっ気持ちいい、わっ気持ちいいって言い出して、うん、覚醒した瞬間を見たのその時に、で次の日テストだったの、次の日そう、うん、テストどうだったって聞いたら100点でしたって言って、はい、赤点でも進学できない感じの子が1個コツを教えたら100点になって、このまんまいったら僕数学得意になれる気がしますって言って、いいこと言うじゃない、算数を教えたらもう得意科目になりましたって、その後あなたさ自分の自慢ですかそれ。あのね、あんま言いたくないけど家庭教師を望んでるお子さんとか募集してます。尺だよ、やめろよ。